はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、信じる力っていうことでお話をしたいと思います。信じる力って何を信じると思いますか？信じるっていうのはですね、自分は必ず幸せになる、自分にはいいことが必ずあるっていうことを信じるっていうことなんですよね。ただその時に条件があるんですけど、ちゃんと自分が本当に清々しく毎日生きてればっていうことなんですよ。清々しく生きるっていうことを私よくね言うんですけど、どうですか皆さん、自分の心清々しいですか？私もう自分でですね、もう自分が清々しすぎて本当に気持ちがいいんですよね。もうこんな風に自分がなれるとは、でも全く昔のそのね、辛かった時って思ってなかったんですよ。だって全く清々しくなかったんで、もう毎日朝から晩までもう本当に暗いことばっかり考えて、もう辛いとか、もう台所に行くのももう一歩も歩けないみたいなね、だからずっとこうで寝てましてね、でずっと布団の中にいて起き上がることもできない、起き上がりたくない、もう何もしたくないっていうね、もう生きていたくないっていうね、もうどうですか、そんな風なね私だったって信じられないと思うんですよね、今の私を見たら。いやこれね、全然嘘じゃないんですよ。いやもう本当にですね、娘が私をそうやって見てましたからね、お母さんずっと寝てたよねって思ってると思いますよ。娘がいない保育園だったり小学校だったり中学校に行ってる間は家で一人でも泣いてたりとか、もう本当にきついとか、病院に行ってずっと待合室でずっとね、何分も何分もこうやって待って、でやっとも診察室に呼ばれたって思ってね、で診察室にやっと入って、先生ってね、もう先生なんですよ。誰もいないので、私のそばに誰もいてくれてないので、もう主人もいなくなって、弟もいなくなってね、で親とは関係が悪くて、で絶縁までされちゃってるんで、もう一人ぼっちなんで、もうお医者さんがもう頼みの綱、唯一話せる人だったわけなんですよ。その診察に行ったその時に、もう本当にもう全力で先生っていう感じだったんですよ。だからもう当時のね、私はほら自分を客観視できてないんでね、先生からしたらね、あ、またこの人もずっとなんかこう自分のこと話してるとかね、辛い辛いって言ってるみたいなね、ここが痛い、ここが具合が悪いってまた言ってんだなこの人っていう気持ちだったと思うんですよね、当時の先生からしたらね。だからもう本当にね、今からこう振り返るとね、本当に良くなかったなと思うんですよ。でそういう風な感じで生きてたんで、もう清々しいなんて全く1ミリもないわけなんですけど、今の私はですね、もうなんか自分がもう清々しすぎると思って、もうめちゃくちゃ気分がいいっていう、もうこういう毎日なんですよ。いやー、だからね、もうよくぞね、ここまで変われたなっていうね、人間ってこんなに変われるのっていうね、だから自分のこのね、思考とか、もう心、もう考え方、生き方、物事のこの対処の仕方、受け止め方なんですよ。もうそれを全部変えたら、めちゃくちゃもう清々しいんですよ。だから皆さんもですね、もうこれほどの清々しさになってもらいたいんですよね。それにはこのチャンネルで、私がもう今450ぐらいの動画発信してますんで、それをですね、一つ一つ見ていただけたらね、もう本当に清々しくなります。私それ一つ一つやってきたから今こうなってるんですよね。で、最近いただいたコメントの中にね、本当にこのなのかさんのこの動画を見て、すごくなんか気分が軽くなって、あ、なんかもう楽しく生きていきますみたいな、なんかすごくこう音符マークとかあってね、そういうふうにね、こうやっぱり私がこうやって話してると、それが本当に伝わった方にはそうなっていただけるんですよ。だから私が実際こう慣れてるから、皆さんも絶対慣れますと思って私言ってるわけなんですよね。だから皆さんも慣れるんですよ。だからそれを信じてほしいんですよ。それを信じるには、こうやって清々しくなっとかないとダメなんです。すがすがしくなってない、ずっとドロドロしたままで、ずっとネガティブで、もうなんかもうムカつく、あの人何なのあの人とかね、もうあの人何とか、こう人に対してのムカつきとか、なんかこう気になるなとかね、あと何か言われてすごく傷ついたとかね、こうちょっと被害妄想とか、あとなんか自己否定感とかね、自分なんてどうせとか、こう私の人生はとか、こう全てがもうこんな風な、何なのっていう、この顔がこうしかめ面になるような、それをね、言葉にするときに顔がしかめ面になるようなことばっかり考えてると、もう人生は変わらないんですよ。で、現に私がその過去のすごくドロドロしてて、ずっと辛くて、もうめちゃくちゃ泣いてたときは、そうやってこう、眉間にシワがこう寄るようなね、もう、でも辛いって。はぁ、もう何なんだろう、もう嫌だ、もう辛いって、もうこうやって泣いてましたから、本当に。台所で私泣いてたんですよ。娘にね、娘がいるときは、その前でも泣けないんで、
あ辛いとかもう涙がバーッとこみ上げてくるんですね。やっぱり辛いんで毎日。そうすると娘の前で泣きたくないからさっと台所に行ってね、で料理してくるっていう感じで行って料理をねこうしつつ、でもこうきつすぎて体はきついから立ってられないんですよ。だからこう椅子があったんでね、ダイニングのね椅子があったから、そこにすぐこうしゃがんで、この背もたれのところにこうやってですね、きつい、でもこうやって、そして涙が本当にブワーッと出るんだけど、でも本当に泣いちゃうとですよ、娘に心配かけないように一生懸命涙をね出さないようにここでつらいってこう、ね、抑えながらね、涙がここまで出るんだけどこう引っ込める、一生懸命こう泣かない泣かないとこう一生懸命引っ込めるみたいなね、そういう風に私やってたんですよ。信じられません、今の私からしたら。なんで私はあそこまでね、あそこまで嘆いてたんだろうっていうね。いや嘆かなくて普通にこうやって生きてられるんですよ。で嘆いたって結局辛いわけなんですよね。嘆いてなんか愚痴を言ったり、もう悲しんだり、辛い辛いと思ってたって辛いんですよ、ずっと。だからそこからこう私は徐々に変われて、このチャンネルで言っているような動画の一つ一つみたいに変われて、そして心がめちゃくちゃすがすがしくなったらもう元気になれるし、もう体も軽くなるし、結局体が軽くなったり気持ちが軽くなって、すがすがしくなるとそれがやっぱりほら一日が楽しくなっちゃうわけなんですよ。楽しくなっていい人生になっても幸せを感じられて、もう幸せな人生になっちゃうわけなんですよ。だから必ずなれると信じてほしいっていうことなんです。信じる力っていうのはもう私は大丈夫だと信じてほしいんですよ。だから今まだ私の過去みたいに今辛い、泣いてる、ね、人生にこう投げやりになりかけてるみたいなね、メンタルが病んでるとか自分で思ってる方は、これからですね、自分の心を私みたいにすがすがしくして、もうねこんな眉間にこう仕上がれるようなことを一切も考えない、もう言葉にしないね、そっち側にすぐこう思考を持っていかないで、こっち側の明るい方向に自分を持っていって、そして心がもうすっごくすがすがしくなってれば、必ずいいことが起きます。必ずいい方向に行きます、人生は。そして幸せを感じられるから幸せになるんですよ。だから信じてください。自分さえ変われば絶対的に人生は良くなる、絶対私は幸せになる、絶対なるんだと信じてください。でそれ信じてれば絶対なるんですよ。で信じてるっていうことはそういうふうに実行していくってことなんですよ。信じれば人間はそっち方向に行くんですよ。あ、私がすがすがしくなればこうなるんだなって信じれば、じゃあすがすがしくなろうとなりますよね。だからすがすがしくいようとしてすがすがしいわけなんですよ。だからすがすがしいままでずっと毎日暮らしてるから、結局いいことがあったり楽しいことをいっぱい感じたり、喜びを感じたり感謝を感じたり、そして幸せを感じるわけなんですよ。だから結局幸せになってるわけなんですよ。だから幸せになるためには、人生を良くするためにはすがすがしくなっておかなきゃいけないし、そのすがすがしくなってれば絶対にいいことがある、幸せになるということを信じて大丈夫ってことなんです。信じる力を持ってくださいってことなんです。信じるんですよ。もう絶対大丈夫、私は変われるんだ、私はすがすがしいんだ、すがすがしいから絶対いいことはあるって思ってください。そしてすがすがしくいても人間なんで、やっぱりこう人と関わった時にいろんな人がいますからね、いろんな人がいるから、もう本当にね、もう本当に千差万別ですよね。優しい人もいれば、本当にほっこりする人もいるけど、でもすごくこう何て言うんですかね、もう本当に鋭い言葉をね相手に投げかける人ね、あとこう無礼な人、いろんな人がいるわけなんです。だから自分がいくらいい状態になっても、人はですね変わってなかったら、その人はそのままの自分で私にね、自分にこうぶち当たってくるわけなんですよ。でもその時はやっぱり人間関係のところで私がお話してますように、あ、こういう人もいるんだなって思ってスルーしてくださいってことなんです。だから自分がちゃんとしっかりすがすがしくなってればいいんですよ。相手がどうあろうと、相手はまだすがすがしくなってないんですよ。人の悪口を言ったり、人に文句を言ったり、なんか因縁つけてきたり、人を傷つけるとかね、意地悪をするとか、そんなすごく心の汚い人、心がこうなんかこうね綺麗じゃない人たちっていうのは、その人の心がすがすがしくないからそうなってるわけなんです。だからそれはその人の人生なので、こっち側がですねその人のことをどうこう考えなくていいんですよ。そしてそういう人たちに何か言われたり、傷つけられるようなことを言われても一切受け止めないでいいんです。何かすごく冷たいこと言われても、あ、この人って心がねなんか荒んでるんだなとかね、寂しいんだなとかね、この人人生がねいまいちなんだろうなと思って、もう私はだって私は幸せだから別にっていうね、こうやってニコニコしてればいいんですよ。そうすれば全部向こうにもう帰っていきます。
何かすごくひどいことを言われたりされても、もう全部返していけばいいんですよ。もう受け止めないですよ。私は受け入れないですよ。そういう冷たい言葉とか行動は受け入れませんよ。私は私で楽しくやってますからって、そちらはそちらでやってくださいねっていいんですよ。そうするともう自分がこう確固たる自分がですね、出来上がってですね、もうこうやってニコニコでもうすがすがしくて、気分がもう軽くてですね、明るくなって、ああもう今日も楽しいなーっての思えるんですよ。そういう風にガラリと私が人生変わっちゃったんで、皆さんもなれますっていうことなんです。絶対なれるんです。私が言ってるようにこうね、本当に実行してもらったらなれるんですよ。だからそのコメントいただいた方も、私の一つの動画を見て、あ、なんか気分軽くなりました、もう楽しく生きていきますって言っていただいたってことは、そういうことなんですよ。だからその方が私の言葉を聞いた時に、それでもですね、もしね、七日さんの言ってることもまあそうなんだろうけど、でも私まだとかって、もしそのねコメントの方がまだって思ってたら、なれないわけなんですけど、その方はちゃんと私が言ってるその動画の言葉をスーッとですね入れていただいて、ああそうだよなと思って、あ、じゃあ私もと思ったから、なんか気分軽くなりましたって言えたわけなんですよね、その方が。だから私すごく嬉しくて、だからそういう風にね、もう見ていただいた方が変わっていただいたっていうね、そういうコメントをいただくと本当に嬉しくてね、だからじゃあまたこうやって張り切ってね、動画撮りたいとか思うわけなんですよ。だから皆さんがそうやってこうね、感想をいただければ、私もまた張り切りますんで、余計ですよ、もともと張り切ってるんだけど、さらに張り切りますんで、ぜひコメントですね、何か感想がありましたらぜひいただけたらすごく嬉しいです。私ちゃんとね読んでます。ハートマークだけになってますけど、ちゃんとそうやってですね、今お話しましたよね、あ、この方こういう風に感じてもらったんだなってちゃんと見てますので、本当にありがたいですので、ぜひですね、コメントをね、どんどんですね、一言でもいいです。あ、これ見ましたとかね。あ、これでなんかちょっとね、気分軽くなりましたとかね。あ、私もなんか今日ね、出かけますねとかね、その一言でいいのでね、ちょっとね、いただけたら、あ、私の動画で皆さんこうやってね、感じてもらってるんだなって。もうほら、どうですか？私こんな感じでめっちゃ楽しいんですよ、毎日。あんなに台所でこうやって。辛いと私一人ぼっちとか言ってた私がですよ、こんなに笑ってられるって、もうこれほど変われるんで、皆さんも今泣いてる方も変われます。それを信じてください。でもそれには条件付きで、自分がすがすがしくならないといけませんっていうことです。どうでしたでしょうかね。今回もね、何かしらね、お役に立てたら嬉しいです。ではですね、本当に今日もありがとうございました。